手を5回叩くだけでお腹が引っ込む方法を紹介します。腹筋頑張るけどお腹がへこまん、頑張りすぎてお腹が出た気がする、そういった経験ありませんか？使えば使うほど少なからず丈夫になっていくんです。間違った腹筋方法をやってしまうとお腹が出てしまう可能性があるんです。5回手を叩くだけでお腹が引っ込むタッチアブスを今回紹介していきます。初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合ったものをやっていきましょう。今回のメニューをやっていくことでお腹が出にくくなったり、姿勢が良くなったり、反り腰が解消される、猫背が治る、腰痛が楽になる、食後にお腹が出にくくなったり、便通が良くなったり、朝からお腹がすっきりしてる、そういった日が近くなってきます。ちょっと頑張りたいよって方のために全種目2セットずつ行っていきます。5回手を叩くだけです。一緒にやっていきましょう。両膝を閉じて抱えた状態で腰を丸めてキープしましょう。あとまず腰が硬いと腹筋が強くてもお腹に力が入りません。腰が反る力が強いからです。まずは腰を丸めるっていうことをしていきましょう。そうするとスムーズに腰が丸くなってお腹に力が入ります。はい、オッケー。今度は膝を曲げて肘をつきます。肩の下ぐらいに肘をついてもらうと腰に隙間が空くと思います。この腰の隙間をペタッ、はい、ペタッって埋める感じです。これでお腹に力が入ります。息止めないようにいきましょう。スタート。これが立ってる時の反り腰が解消された胴体の部分です。腰を丸める練習です。できれば体がね、全体的に丸くなるんじゃなくて腰の部分だけを動かす感じ。OK。 それではタッチアブスやっていきます。やり方は足を閉じます。このまま体を起こします。ここで手を開いて1、2っていう感じで手を叩きましょう。1回ずつ息を吐くんではなく、できれば5回続けて息を吐き続けましょう。難しかったら途中で息吸ってもいいですが、止めないように叩いてください。これを2セットいきます。初級編です。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK です。今みたいに手を叩くことで腹筋の腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋全部使うことができてます。中級編はウォームアップでやった腰をつける状態を作って足を5回タッチです。腰が浮いちゃうよっていう人はさっきみたいに肘をついて腰つけてやりましょう。5回2セットいきます。スタート。OK です。上級編は今の上半身と下半身を同時に行います。こういう感じです。息は5秒間吐き続けます。2セットいきましょう。スタート。OK。 今の3つは横に動かしましたが、今度は縦に動きます。特別バージョンいきましょう。手足万歳したら縮みます。息吐きながら5回いきましょう。1、2、3、4、5、OK です。次は300万再生バズった
デッドバグを20秒やっていきます。これを頑張れるよーって方は最後3回やって終わり。いきましょう。手も足も楽に開いて体を起こします。これでキープ。スマホ持ったままの方はこうでいいです。息は長く吐きましょう。最後3回やったら終わり。いきます。スタート。ふーで息長く吐きましょう。吸うときは一瞬です。しっかり一瞬で吸って、ふーとまた長く吐きます。息吐きながら腰が浮かないようにどんどん中に引っ込めて、 OK。 深呼吸をしてあと2回で終わり。いきましょう。スタート。手足の力抜きましょう。頑張って。息は絶対に止めないように。さあラスト頑張っていきましょう。スタート。息止めると時間が長く感じますよ。息しっかり吐いて、オッケー。あーって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 。気になる部位の根本を改善するメニュー、1日たったの14秒、本として出版することができました。これは本当に皆さんのおかげです。この本を手に取ってもらうことで、動画を見なくても自分の体型が変えられる。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で、誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので、10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて、体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって、人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。これからも YouTube をアップしますが、本に載せているメニューというのは本当に特別なメニューになってます。本日からご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので運動を習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。